はい、こんにちは、信太郎です。今日はですね、今話題の配信サイトミールダムについて僕が思うことを話していきたいなと思います。だらだら話してもあれなんで、最初に結論だけ言っておくと、まあおすすめはしません。で、少なくとも現状僕はやりません。まずはね、ちょっと分かんない人も多いと思うんで、まずはミールダムという配信サイトの説明をね、簡単にしていきたいと思います。ちょっとね、最近ツイッターとかで話題になってたんですけど、YouTube みたいに広告収入とかじゃなく、単純に誰でも1時間配信すれば時給500円がもらえるというもの。ちょっと怪しいですけど、ちょっと小遣い稼ぎできるなと、ちょっとピクッとなりますよね。で、一応上限みたいなものがあって、1日4時間分、だから時給500円で1日4時間だから、2000円までしかもらえないと。でも、4時間、長時間配信やる人はあれだけど、4時間ってなかなかの時間なんで、別に上限はそこまで痛くはないのかなと。一応ね、時給は最大1500円まで上がると書いてる。上がんないだろうけど、上がるとは書いてある。で、1日、で、あと気になるのがね、1日 1.5 時間以上の配信が支払い条件。これどうなんでしょうね。こういうところを、こういう、サイトです。で、僕がおすすめしない理由、解説していきます。その1、怪しい。単純に怪しいんですよ。で、銀行口座を登録しないといけない。ここ専門家じゃないんで分かんないですけど、これ危険、なんか中国のサイトらしいんですよね、これ。危険性ってないのかな？どうなのかな？もし仮に始めるとしたら、普段使ってない口座を使った方が一応いいと思います。もう専門家じゃないんで、ここは分かんないです、僕は。それが危険な行為なのかどうかもちょっと分かんないんで、専門家の人に聞いてください、怖い人は。一応なんか使ってない口座を使った方がいいんじゃないですか、ここは。もしやるとしたらね。で、さっきの、報酬、そうだね、報酬、払われない可能性っていうのは、十分あるのかなと。なんか聞いたことないサイトだからね、それはもうしょうがないかな。1ヶ月頑張ってやって、払われないっていうことはあるかもしれないけど、でもそこだけだったら、一応リスクはないから、いいと思うんだけど、こっちの時間がちょっと無駄になるだけでいいと思うんだけど、もらえない可能性っていうのはまだ十分、今の現時点では十分あると思います。なんで、もらえると思ってやるのはちょっとね、あれかなと。ダメージがでかいかなと。最悪もらえないかなと思ってやった方がいいと思う。で、あとさっき言ったのがちょっと気になるのね。1日 1.5 時間以上の配信が支払い条件。これすげえ気になんない。普通に考えたらさ、おそらく1日1時間配信してもあげないよと。せめて 1.5 時間やってくんないと、お金あげないよってことだと思うんだけど、もしかしたらさ、その来月とか再来月とかで支払う時になって、そういう風に毎日 1.5 時間やんないと報酬出ないってことですよって言ってくる可能性もあるかなと。ここがもし怪しいとこだとしたらね、そういう可能性もあるのかなと。もう前者だと思うけどね。普通に考えて毎日はしんどいからね。毎日やらなくちゃいけないって考えたらかなりしんどいね。こっちがね、金払うわけじゃないから、損はない。ただ、やっぱ、そういう風な、ちょっと怪しいところは出てくるかなと思います。損はないと言っても、個人情報系はちょっと知りません。ここは知りません、僕は。専門家じゃないんで。で、その2、おすすめしない理由、その2、プロモーションのやり方がちょっと微妙かなと。時給500円っていうのは、底辺実況者にとっては、非常に魅力的だよね。それはわかる。僕も、底辺実況者なんで、底辺配信者なんで、この500円っていうのは、僕も別に500円以上稼いでないからね。それは、非常にわかります。ただこれ、時給500円っていうのは、有名な人にとってはね、かなり微妙です。そうだな。例えば YouTube で言ったら、配信やって、1時間に1回1000円のスパチャが来れば、時給500円なんて超えちゃうわけだから、そんな人って有名な人だったらいっぱいいるよね。そういう人にとってはもう微妙だから、こっちに来る必要が全くないの。だから集まってくるのはゴミばっかりなの。ちなみにこのゴミには
俺も含まれてるからね。俺もゴミの部類な、ゴミの分類な。でもうゴミばっかりしか集まってこないの。まあ、視聴者持ってる人なんていねえだろうから、いないのね全然。だから今いるのって配信者もどきみたいな人ばっかりだと思うの。まあ、そういうゴミみたいなのに時給500円も払うなら、もっと視聴者持ってるやつに金たんまりと払って配信させた方がよくね。普通そう考えるよね。もっとさ、なんか1万人なりさ、まあ、5000人とかでもいいや、5000人とかでもすごいよね、集めれる人は。そういう人にさ、もっとたんまりその金を払ってさ、呼んだらさ、その視聴者も何人か来るわけじゃん。半分ぐらい来るんじゃない？そっちの方が絶対そのサイトは盛り上がるよね。ゴミに500円って、まあ、毎日2000円ずつ取られるわけだから、まあ、でこれかなり増えてるでしょ今話題になってるから、絶対そっちの方がいいと思うから、まあ、これをやってる時点で、まあ、もしかしたらね、もしかしたら異常、中国の企業だから異常なぐらい金持ってて、もう日本人が分かんねえぐらい金持ってて、ドブに捨てるぐらい金があってそういうことやってんのかもしんないけど、まあ、これやってる時点でなんかこの最新サイトって伸びんのかなって思ったりするよね。まあまあでもね、誰でも時給500円もらえるっていうのは、まあやっぱり話題性は強いから、それで一気に認知させてってことなのかもしれないってこと考えたら、次の一手次第でかなり化ける可能性はあるとは思うけど、まあその僕みたいな一般人レベルの人が、まあ単純にこれを見たらそういうふうに思ってしまうってことね。まあ、もしかしたらね、すごい一手がまた次来るのかもしれないね。そしたらすごい化ける可能性はあると思うけど、まあ今のところはこのプロモーションのやり方、プロモーションのやり方が微妙だから怪しく見えちゃうってことね。そのなんかすごい人を一人ガッと連れてったら、一人なり、5人なり、10人なり連れてったら、あ、なんかちゃんとやって、ちゃんとしたところなんだなって思うけど、まあこのやり方はちょっと怪しく見えちゃうよねってこと。で、まあ、そう、おすすめしない理由、その3。単純に、まあ今ね、なんか、まあ、YouTube で、ミルダムって検索したら、配信サイト、移動になりますとか、配信サイト変えますみたいな、いや、動画がいっぱい、動画っていうか配信がいっぱいあったのね。変えちゃうんだって。いや、まあまあ、まあ大抵やっぱりその少ない人たちだけどね。まあもちろん俺より多い人はいたけど。俺より、普通に登録者多い人とかもいたけど、まあそういう人が多かったね。まあでもさ、その3、YouTube で視聴者を増やしていった方が良くない？分母がでかいんだから、YouTube の方が。YouTube の方が絶対人集まるんだから、いろんな人の目に留まるんだから、こっちでやった方が良くない？こっちでやった方がさ、将来的に良くない？まあまあまあ、その目的によるけどね。YouTube っていうか、まあ、ゲーム配信で有名になりたいとか、お金を稼ぎたいとか、まあ、いくら稼ぎたいとか、そういうのがあるだろうけど、まあ、なんかそっちのちっちゃいサイトに行ったら規模がやっぱちっちゃくなっちゃうんで、まあ、こっちで増やしてた方がいいかなと俺は思ったんだけどね。まあ、もちろんね、気になってチラッと、ミルダムサイト見に行ったんだけど、まあ、ランキングちょっと見方があんま分かんないから、まあ、チラッと見ただけだけど、ランキングみたいな項目があったのね。あー、これいや、それがさ、順番通り並んでるかどうか知んないけど、まあそれでなんか、今何人いるみたいな項目もあったから、それ見てみたんだけど、そのランキングに載ってるとこで、まあ、10人から20人とかしか集めてなかったのね。で、まあそれ10人から20人っていうのを、まあ、ランキング通りに並んでいるとしたら、まあ、それが一番集めてる人だから、まあ全然人集まんないよねって考えたら、可能性がちょっと低すぎるよね、今の時点ではね。もちろん最初だからしょうがないけど。まあだからさ、普通にさ、この時給500円っていうのはかなり話題性が高いんだけど、集まってくるのは配信をやってる人、もしくは配信をやろうかなと思ってる人なんだよね。だからその YouTube とかゲーム配信を見てる人の大半って配信やってない人じゃん。何もやってない人がの分母の方が大きいわけじゃん。だからって考えたら、今ミルダムにいるのは、まあ、配信者もどきみたいな感じの人たちばっかりなんで、まあもう分母がちょっと少なすぎんのかなと。でこれだったらもう YouTube でやった方がいいんじゃないかなと僕は思います。
いや本当にね、まあ、何を目的で配信やってるかによるけど、目先の金にね惑わされるより、まあ、人が多い YouTube やってた方がいいっていうのが僕の結論です。だからね、まあまあこういう理由、3つの理由で現状はおすすめはしません。あ、僕もねちょっとね、僕も全然別に YouTube で稼いでるわけじゃないんで、もう本当にお小遣い程度しかないんで、まあ、ちょっと興味はあったというか、なんだろう、ちょっとだけ使ってもいいかなと思ったの一瞬。そうだな、例えば最近だったらライバルズやってて、まあソシャゲをやってて、まあだらだらソシャゲやりたい時とかあんじゃん。あんまり口数少なくて、口数少なめで配信やりたい時とかあんじゃん。いや YouTube だったらちょっと気負っちゃうから、わー喋っちゃうから、じゃなくてめちゃめちゃダラダラやりてえなーみたいな時があるから、その時だけ使ってもいいんじゃねえかなーと一瞬思ったんだけど、まあまあ上記の理由、上記というか、まあさっき言った理由で、まあやめとこうかなってなった。まあ今後ね、まあ今後このまあちょくちょくねチェックして、まあ5000人ぐらい集めてる人がいるとか、まあそうだな、 YouTube でまあ1万人以上集めているような人がミルダム始めましたとかなって、どん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 話題になってきたら、まあ、もう一回検討する。まあみんなもそんなんでいいんじゃない、そこで検討で俺はいいかなと思うけどね。ただね、あの人によっては、まあ、時給500円って、まあ、やっぱバカにはならないよね。でかいっちゃでかいよね。まあこれ特にあの学生さんとか、まあ、学生さんとかやっぱ学業が本業だから金ってないわけじゃん。バイトする時間とかもないわけじゃん。ってこと考えたら、好きなゲームやって時給500円もらえるってかなりでかいと思うので、まあまあ学生以外でもね金ない人たちはいっぱいいるから、まあ、ゲーム配信ゲーム実況始めたいけど、機材を揃えるお金がないっていう人たちもいっぱいいると思う。まあそういう人たちにとってはかなりいいよね。かなりいいし、まあ、さっき言ったように個人情報の件は俺全く分かんねえから、無責任なことは言えねえからおすすめはしないって言ってるけど、そういう人たちによってはちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思う。まあ、特に、今からゲーム配信始めたいなって人たちはちょっと練習がてらミルダムでやってみるとね、まあ人も少ない、逆に、最初やるときって、まあ、ちょっと人多すぎたら緊張しちゃうじゃん。だからまあミルダムとかでちょっとね練習がてらやってみるとかは全然ありだと思う。個人情報の件は知らない。そこはちょっと自己責任で頼む。それで小銭稼いで機材揃えてとかできるから、まあ、本当学生とかだって、学生とかだったらいいだろうね。学生だって、俺もし高校生とかだったらめっちゃ飛びついてたと思う、まあ、ぐらいなんかまあいいものなんで、まあ、基本的にちょっと無責任なこと言えないんでおすすめはしないし、まあ、少なくとも僕よりあのチャンネル登録数多いとか配信で人集めれる人はもう YouTube やってた方がいいと思う。もうやんない方がいいと思う。行かない方がいいと思う。ただ、今から始める人、お金がない人とかはちょっと無責任なこと言えないからおすすめはしないけど、ちょっと考えてもいいんじゃない？というのが僕の見解です。まあね、危険性に関しては何回も言うけど専門家じゃないんでおすすめはできないけど、気になる方は自己責任で調べてやってみるのもいいかなと思いました。まあ、これが僕のミルダムについての見解になります。まあね、いろんな追加情報などありましたらコメント欄にね書いてくれたりしたら嬉しいです。またよかったらね、ゲーム実況でゲーム配信やってるんで、よかったら他の動画も見てもらえたら嬉しいです。ではこれで動画の方終わります。ありがとうございました。